できないことを認めて、その。真っ裸になれば。いいんですよ。そしたら、周りが助けてくれるんで。あの、こいつちょっと頼りないから。行動力はあるけど、頼りないから、助けてあげなきゃ。ってなっちゃって、まあ、僕はそういうタイプの社長いっぱい知ってるんですね。バカでも、ルーティンワークができなくても。その基本的なことができなくても、できる人がいっぱいいるんで。 できる人はやっぱそのじゃあそいつが行動すればいいじゃないかと思うんだけど世の中の大半の人は、ええ、もうそれこそ9割以上の人は行動力はまるで行動力がまるでないかっていうと失敗したら恥ずかしいと思っちゃうんですよね。うん だけど僕毎回それも言ってるんですけど失敗しても恥ずかしくないよとなぜなら誰も知らないからだと誰にも知られてないから失敗してるわけであって人は失敗のことなんか覚えてないからあなたの失敗はあなたしか覚えてないし恥ずかしいと思ったのもあなただけだから実は恥ずかしくないんだよというふうに言っても行動しないですからねだからこそその1割の割人になれば成功でできるんですよだからほぼ成功できるだってずっと失敗していって最後成功するいいわけだからうん。 そのお金の話をすると失敗してもゼロにしかならないんですよね,ね<え>マイナスにはならないのでまあ命まで取られるわけじゃないですからねうん、うん、そうそうそうなんですよ命まで取られるわけではないいい世の中なんですよね,ね